ストプレゼンツ、うまい森、あおい森、GMU のふるさとナビパート3。竹田ワクワク絶対ご飯に合います。絶対合います。絶対合います。何倍で抜けるやつです。やつです。はい、秋田さん、今日いただくお料理について教えてください。じゃあこちらから、こちらは青森サーモンを使った塩麹漬けになります。この塩麹漬けも、我が社で作った塩麹を使って作った商品になります。でこちらがタッピー松川ガレーの醤油麹漬けになります。こちらもあのタッピーで養殖している松川ガレーを使って、これまたうちの、あのオリジナルの醤油麹を使って作った一品になります。でこちらがタッピー松川ガレーを使った、チャンジャになります。はい、でお刺身、これは青森サーモンのお刺身とタッピー松川ガレーのお刺身になります。はい、はい、このまま飲み、まのまま、お寿司が来ました。絶対美味しい。絶対美味しいです。見ただけで美味しい。それでは外ヶ浜町の松川ガレーサーモンいただきます。私はサーモンの塩麹漬けをご飯と一緒にいただきます。うん、うまい。美味しそう。ご飯が進む。ご飯が進みます。続いて松川ガレーの醤油麹漬けをいただきます。うん、塩麹の香りがとっても食欲をそそります。サーモンは柔らかくて、松川ガレーは身がしっかりとしていますよ。どちらも食欲をそそります。間違えました。どちらもご飯が進みます。こちらがサーモンのお刺身です。とっても色鮮やかなオレンジ色ですよ。いただきます。うん、トロトロします。キュンキュンだ。こちらが松川ガレーのお刺身です。とっても綺麗な色をしています。うん、甘いです。うん、甘いんだ。味が濃いです。食べたことない。松川ガレーのお刺身食べたことない。今日は特別にお寿司もいただいちゃいます。松川ガレーです。桜海峡のマグロです。サーモンです。サーモンです。
鼻つーお水もらっていいですか？鼻から松川ガレイの刺身は甘くて味が濃かったです。サーモンの刺身は脂が乗っていて口の中でとろけちゃいました。今日は松川ガレイとサーモン、そしてマグロのお寿司もいただきました。お寿司だと何個でも食べられちゃいそうです。皆さんも旅に来てぜひ美味しいお魚食べてみてください。社長さん、今日はごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。タッピー、マスカガレット、サーモンいっぱい食べてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。